オディールは日本中央競馬会に登録されていた競走馬。馬名はバレー、白鳥の湖の黒鳥名が由来となっている。1997年の阪神3歳、ヒン馬ステークス2着馬、キュンティアの初語である。2007年6月17日に阪神競馬場で行われた2歳新馬戦でデビューし、単勝2.6倍の一番人気に押されたが3着に敗れた。 7月1日に同じく、阪神競馬場で行われた2歳未勝利戦で勝利し、デビュー2戦目で、初勝利を挙げる。ちなみにこのレースの2着場は、前走の新馬戦でも2着だった、山人ブリオンだった。レース後は、大戦ヒルズへ放牧に出された。しかし当初は、新潟2歳ステークスに出走を予定していたが、馬インフルエンザの影響で、 移動制限がかかって気球が9月にずれ込み出走を断念した。そして、休み明けで出走した10月6日の林道賞では、エイムアットビップに敗れ2着だった。続く格上挑戦で挑んだファンタジーステークスでは、最後の直線で林道賞で敗れたエイムアットビップ、新馬戦で敗れたエイシンパンサーらを抜き去り、重賞初挑戦で重賞初勝利を挙げ、11月29日に、 発表された、重賞、オープン特別競争レーティングで104ポンドの評価を得た。続く、初の J イプに挑戦となった第59回半身、ジュベナイルフィリーズでは一番人気に支持されたが、トールポピー、レイブダブル、エームワットビップに敗れ4着だった。レース後は、大戦ヒルズへ放牧に出された。2008年初戦は、チューリップ賞、スタートで少し立ち遅れ、 後方からのレースになり、直線では、外から追い込んでくるがわずかに届かず3着だった。その後は、大歌賞へ出走。しかし、8番手からレースを進めるも、直線に入り失速し、結果は12着だった。続く、優秀品場では5着で、レース後は、大戦ヒルズへ放牧に出された。放牧明けは、週歌賞トライアルのローズステークスに出走するが4着に、敗れ。 優先出走権を得ることができなかったが、無事に出走するも、直線で伸びあぐねて9着に敗れた。2009年初戦は、京都品馬ステークス、小牧太と,とのコンビで挑んだが、5着に終わった。続く、阪神品馬ステークスでは3着と、合奏した。続く、福島品馬ステークスでは、前走の内容から3番人気に押されたが、不良馬場が影響して14着と大敗した。その後、 条件場に降格となり、7月4日の三宮特別に出走、人気通りの2着だった。その後、8月9日の再会賞では、中段追走から最後の直線で先頭に立ち、逃げ粘るアグネス桜に三場審査をつけて、会消2歳児のファンタジーステークス以来となる勝利を挙げた。そして、10月4日の道頓森ステークスは一番人気で、 出走したが、ゴール寸前で故障し急激に失速。5着でゴールしたものの、左第一子関節解放脱臼を発症していたため、予後不良となり、安楽死の措置が取られた。ありがとうございます。